はーい、皆さんこんにちは、のぺです。 PC ビルディングシミュレーター2やってみましょう。さあ、今回もまた新しいゲームで実況を始めていきます。こちらのゲームはですね、自作 PC を作るシミュレーションゲームでございます。私のパソコンもね、今自作パソコンを使ってるということで、このゲームすごくね楽しみにしておりました。さあ、今回も頑張っていきましょう。よーし、やっていきまーす。行くぞ。さあ、ということでやっていきましょう。まずはですね、自分が思い描く最強の PC を作ってみたいと思います。というわけで、サンドボックスモード、これかな。さあ、行きましょう。新規ゲームスタート。さあ、始まりました。フリーはで、これが私の仕事場ですね。なるほどなるほど。おー、いいですね。で、棚にパソコンのパーツがあるらしい。ここ、おー、はいはいはい。これがパソコンのケースですね。で、これはケースファンで CPU でツールか。あー、で、ちゃんとグレースもあるんですね。はい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 。なるほどなるほど。いやー、ね、私ね、自分でパソコン作ってる人だから、こういうのね、見るのだけでもすごいね、楽しいんですよ。じゃあ、まずはパソコンのケースから選んでいきましょうか。もう最強のパソコン作る予定なんで、でっかいパソコンケースの方がいいんですかね。じゃあ一番高いのから選んでいこう。まずは、あ、なんかこんなパソコンケースがあるんだ。はい。これを、こっち持ってくと、ほい。こう。あー、はいはい。うわ、すごいなー。なんか面白い形してるね。まあ、これはいいや。はい。他には。たくさん種類あるからね、もう迷うのよ。はぁ、あ、はぁ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 。あ、こういうオープンフレームっていうのもあるんだ。いや、オープンフレームはちょっとなぁ。なんか、埃が入りそうじゃん。この辺からだいぶなんかおしゃれで可愛くてリーズナブルな感じになってくるね。いや、ダメだ。もう高いケースを使いたい。私は高いケースを使いたいんですけど、あ、なんかこれとか面白そう。これなんかどんな感じ。あ、なんかガンダムみたい。かっこいい。すげえ。じゃあ、まず最初はこちら使っていきましょうか。クーラーマスターコスモック、C700P。300ドルか。高いな。じゃあこれを、こっち持っていって、で、はい、こう。で、はい。で、まずは、はいはいはい。あ、こんな感じ。あ、これもかっこいいな。いいじゃん、いいじゃん。で、まずは、あ、で、この、扉式っていうのがいいですね。素晴らしい。で、次は取り付け。まあ、まずはマザボ何選ぶかですよね。マザボを選ぶとしたら CPU 何使うか。じゃあ一番高いこのライゼンの CPU 使ってみましょうか。で、ソケットが STRX4。 こうね、 CPU に対応したマザボを選ばないとですよね。これか。これをじゃあつけてみましょうか。はい、そうそうそう。あー、はい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 。あ、すごいな。なんか大丈夫今。あ、なんか外したな。あ、ここのカバーを外したってことか。で、次はじゃあ取り付け。で、このじゃあライゼンの、はい、AMD。 なると、あ、つけれない。これを外すのか。なるほど、はいはいはい。で、で、次は、こう。あ、なんかどっか外さないと。これか。え？こう。で、これ、こうやって外すのか。なるほど。で、こう。あ、はいはいはい。で、じゃあつけてみよう。はい。で、こう。あ、で、こう。あ、ってのか。なるほど。で、現在、お金の方が、2710ドル。これ日本円でいくらだ。30万ぐらいいってるよね。うわ、マジで。マジか。まだね、メモリとかグラフィックボードもつけてないというのに。やばいぞ、これは。やばい匂いがプンプンする。
でじゃあ次はメモリ入れていきましょうか。じゃあメモリはじゃあメモリさせていきます。こう、はい。で今度はいやまだまだこれをね、なんか8枚刺す場所があるんだよやばくない？700ドルのやつあと7枚刺すからね。ね、これを外していこうか。はいはい。で、ここで、同じ種類のね、メモリーじゃないといけないので、この一番高いやつを8枚刺していかないといけないんです。うわ、庶民の私だったら絶対やらんわ。で、こうして、で、こう、はい。で、ちなみにこれ、1枚16ギガか。だからそれかける8だから128ギガバイト。メモリでそんな使わんけどな。絶対ね、持て余すと思う。で、次がですね、グラフィックボードか。あ、その前に、この M2 カードを刺さないといけないかもしれない。これはね、マザーボードに内蔵するハードディスクというか、SSD カードですね。じゃあ、これ刺していきましょう。700ドル。うわ。ここに刺せる。あ、2枚刺せるじゃん。いいね。じゃあもう1枚刺そうよ。うわ、すげえ。絶対こんな使い方しない。あー、で刺した。後ろの方から配線伸ばしたのか。うわ、すごい。じゃあもう1個、はい。じゃあこう。いいですね。素晴らしいですね。そう、ケーブル刺すときね、ここの、このなんか穴のとこから通してね、このマザーボードにつなげるんですよ。いやー、いいですね。で、お次は、じゃあ、グラフィックカード刺していきましょうか。じゃあ、このいっちゃん高い、2090ドル。高くね？なんか怖い怖い怖い。じゃあ、これ刺してみようか。なんだろう。あ、これか。待って。これを、待って。こう、取り外し。これを閉じないといけない。はいはい、なるほど。で、これを、あ、後ろか。はいはい。この PCI のこのボードだ。これを、じゃあ全部。はいはいはい。こうして、こうして、こうして。で、次、はいはいはい。で、ここに、じゃあグラフィックボード刺していきましょうか。で、こう。で、もう一枚刺すことはできる？いや、できないか、さすがに。できないか。いや、いけなくはないけど、いけなくはないけど、待って待って、これ刺せないのか。あ、刺せるじゃん。はい。で、はいはいはい。で、おそらくこれあれだよな、ファンを取り付けないといけないよね。これは水冷 GPU。 どれだろう。これ違うな。いや、ちょっとわからんな。いや、私ね、水冷式使ったことないから全然わかんねえんだよ。ちなみにラジエーターとかはどこに置くもん。あー、そこに置くもんなのか。はあ、なるほど。で、水冷式はね、ちょっとわからんかったので、今回はこっちの空冷式のグラフィックボードを使っていきましょう。はい、こう。まあ、ファンが内蔵されてるんでね、それの方がわかりやすいかなと思います。で、次は、じゃあこれを、さあ2つ使っていきましょう。うわ、すげえこうするとね、さらにね、こう映像の解像度が良くなるんですけども、いやー、これだってめちゃめちゃ高いグラフィックボードだもんな。いくらだっけ。だってこれ2枚で40万ぐらいってことでしょ。やばくない。じゃあ今度は電源ファン入れてみましょうか。こう消費電力見合った電源入れないとね、パソコン動かないんで、まあ、一番余裕がありそうな。じゃあこれやるか。はい。これ5万円。うわ、すげえ。ちなみに今パソコン、何ワットいるんだろう。まあまあまあ、とりあえずで電源はつながってるっぽいね。はいはいはい、 OK。 で、次が CPU のファンで、 CPU のファンを取り付ける前にこうグリスを塗らないといけないんですね。これで CPU とその CPU のファンの緩衝材とするわけです。で、これグリース十分に、はい、塗りました。こんだけでいいの？
だもっと私なんかデロデロに塗りたいタイプ。もっと塗ってやろう。大丈夫大丈夫。なんか塗りすぎるとね、逆に効率悪くなっちゃうっていうのを聞いたことがあるが、さすがにちょっとなんかこれはいいか。はい、よし、オッケー。デロデロに塗ってやったぜ。で、次が、これは CPU のファン、水冷式もあるんですね。これでやってみる。あー、でこの辺外さないといけないのか。これ外して、で、こう、あー、外れちゃった、つけてつけて。OK、 大丈夫、大丈夫だと思うんで、じゃあやってみましょう。はい、はいはいはい。うわー、いいですね。あのね、空冷式ね、めちゃくちゃでかいからね、この辺すんごい邪魔になるのよ。毎回ちょっとじゃあやってみましょう。空冷式の CPU ファンがどれだけ邪魔かっていうの、下の方にあるんじゃないかな。あー、これですね。でけーメモリがね、完全に隠れるのよ。すげー。で、多分ね、音もどうなんだろうな。まあ、でっかいファンだから逆けど、いやー、ここはちょっと自分がやったことのない水冷ファンにしよう。なので、これかな、これでいい。ほい、どうや、すげえな。CPU1 個にこんなにすごいファン使うんだ。はあ、すげえ。で、あとこっちもね、ファンをつけないと。いやー、空冷式じゃなくて水冷式やってみてえな。だけどね、一回試してみたらね、もう訳わかんなくてね、やめちゃったんだ。で、次が何つければいいんだっけ。あとはマザボつけて、メモリつけて、 CPU つけて、グラフィックカードつけて、でケースファンか、いいですね。じゃあケースファンは、じゃあこれにするか。で、はいはいはい。で、次がこれだな。はい、おおー。で、もう一枚、じゃあこれつけるか。はい、結構あー、いいですね。で、こっちもつけたいですね。おー、なんかすごそう、いいですね。で、これで一通り完成かな。じゃあ一回ケース、じゃあ全部入れてみましょうか。はい、エンジンフィルター、上の方ね。で、ファンカバー、これ、はい、こっち。おお。で、フロントパネル。うん。で、次が、電源被覆部、ここが。はい。で、次が、美観パネル。ここ?あー。で、美観パネル。後ろの方か。はい。で、こう。で、ドアも閉めて、これで一回動かしてみましょうか。さあ、皆さん、ドキドキの電源タイムオンでございます。行きましょう。はい。で、どうだ ?OS が見つかりません。そうか、OS やってなかったか。待て。で、一回電源切ろう。で、取り付けで、で、ツールか。で、USB ドライブに OS が入ってると。そうか、DVD じゃないのか。私、あのね、古いタイプの自作 PC ユーザーなんで。で、ここにじゃあ USB 挿して、で、これでいけるかな?じゃあ電源押してみましょう。はい。で、どうでしょうかね。お、あー、至高の一品できました。パチパチ。で、もっと RGB、あー、もっとギラギラにしようってこと?で、今んとこちゃんと動いてるな。あー、確かにな。ファン、あーっとね、もっとね、なんか、ギラッギラした色にしたいな。で、一回これ外して、で、電源もつけよう。はい。で、一旦そうですね、じゃあ、ファンを変えてみよう。これをな、もっとなんか、水冷式にしたいんですよね。で、
こいつはどうやって外すの？ああ、そうか、これか、はい。こうして、こうして。で、こうだ。で、こうして。で、こう。で、ケーブルが足りません。何？CPU じゃなくて、ケースファン。どれがなんか光るやつかな？さっきのやつもね、光ってたけどね。で、こう。こいつはどうよ？で、こう。もうすんげえこだわり始めちゃった。で、電源。あー、ここだけちょっとつながってねえな。あー、でもちゃんと光ってるか。あー、いいじゃん、いいじゃん。で、あとはこいつを、ケーブル。あ、こうして？あ、こう、なるほど、なるほど。ねえ、ここで光るか。よーし、よし、よし、よし。うわ、目が痛い。いや、これがね、自作 PC のロマンですよ。で、空冷式はね、ちょっと諦めましょう。わからん。わかんない。で、次は、そうですね。まあ、あとはもう、こっから凝るしかないですよね。上の方ももう、ファン入れてるし、あとはこの辺とかだよね。ストレージ。ハードディスクか。そうですね。なんか、10テラとかなんか、そんなんないかな。いやー、ないか。もう全部 SSB ですよね。やっぱね、水冷式は難しいですね。ちょっとわからなかった。まあ、なので、あとは、なんかいるもんとか。あ、ハードディスク。いいっすね。ハードディスク入れる。じゃあ、これ。一回電源切って、じゃあハードディスク、はい、もう2つぐらい入れとこう。はい、こう。動画編集してるとね、本当にこういうハードディスクとかめっちゃいるから。で、あとはあとなんかケーブルとかもね、あー凝りたいな。じゃあこれ一回、じゃあこっちのこれ外して、さあ電源プラグを外しまして、この黄色いプラグに変えよう。色違う方が分かりやすいわ。はいはいはい。お、いいじゃないですか。いいねいいね。で、あとはケースが不十分です。あー、コンポーネント外したままか。これだな。はい。で、 PCI カバーを、はいはい、で入れて、あとは、あーあと前のこれか、粉塵カバー、はい。で、こう。で、フロントパネル。うわ、かっこいい。うわ、かっこいい、マジで。で、取り付け。美観パネル。あ、こうか。はいはいはい。うわー、すげえ。でも、結構、あれだね、中が空間あるもんなんだね。で、後ろの方も、よし、取り付けてるね。で、電源。はい。さあ、で、これが、15,810ドル。これ、いくらだ？200万超えてんな、これ。これ200万以上の PC です。いや、確かにこれギラギラだもんな。いや、でもかっこいいわ。もうすごいすごいすごい。うわ、かっこいい。あとは、ライティング。ん？ライティングとは。あー、なるほど。じゃあ、またもう。こう光とかをなくすってこと。いやー、光ってほしいでしょ。で、あと、いや、これ楽しいな。あと何があるんだろう。フォールガイズあるじゃん。嘘。フォールガイズ、フォールガイズできんの。プレイヤーを待機中ですよ。はい。フォールガイズできるんだ。マジか。あー、で、3D アドバンス版。これやってみましょうか。これベンチマークテストですよね。はい、やってみましょう。どんなもんなんだろう。いやー、でも自分のやつがわかんねえからな。ピンとこないけど。いや、でも綺麗だわ。まあ、一番高い GPU つけてるし、CPU も一番処理能力高いやつ持ってるからね。
お、出ました。25,191 か。いや、でもまあ高い方なんじゃないですかねって思うんですけどね。さあ、ということで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。のぺんでした。さよならー。